いっくん TV ご覧の皆様いらっしゃいませ。伊藤一郎です。今ねちょうどお昼時なんですよ。でちょっともう見ればわかると思うんですけど、たこ焼き焼いていこうかなと。で皆さんいつも、コメントありがとうございます、焼きながら作りながら、コメント返信していきたいと思います。ちょっとゆったりやりますんでよろしくお付き合いください。ということですね。もうたこ焼き焼くのが私もうめちゃくちゃ久しぶりで、ちょっと作り方忘れてるんじゃないかぐらいなんですけどはい、たこ焼き粉でいいんですかね。たこ焼きのこの粉とあ、結構なるようになりましたね。ちょっとねこんなにまあいいか、はい、たこ焼きの定義って何でしたっけ。たこが入ってて丸い。いやでもたこ焼き久しく食べてないんでね、ちょっと楽しみですわ。はい、こんなもんすかね。ああ、これかなり作りでありますね。でかいっすね。油を切っていきます。これ使っていいのかな。はい。どんな感じ？これもっと劇的にたくさん入れちゃうですかね、最近は。あ、そうだ、冷めないんだよね。これもうガーみたいな感じ。違うよし、緊張するな。入れすぎ？いや、少ない。枠がなくなるぐらい。温まってきてますね。あ、場所か。いや多分ね下手だなと思われてるんだろうなとはい、よし、何から入れるべきですかね、たこ焼きって。あ、やばい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 。あ、音し始めましたね、いい音が。はいそうですね。やっぱ冷めても美味しいやつがいいですね。でも基本的にはこうやって焼いて食べるスタイルだとやっぱね熱々が一番ですよね、はい、このね火力具合が初めてなんで分かんないんでまだはいじゃあこれ焼き上がる間ちょっと久しくコメント返しをしてなかったので遡ってみましょうか。このアコギ早弾きのプロのギタリストの言う早弾きは苦手ってプロ野球選手の言う僕はバッティング下手なんでって感じでしょうかね。いや本当に苦手なんですよ。手首じゃなくて肘で弾く感じなんですね。あ、そうなんですよ。僕割とこうゲイリー・ムーアとか好きだったんで、ゲイリー・ムーアってこう利き腕じゃない方でピッキングしてるんですよね。だからそのパワフルな感じが好きで、でも人によってね、その手首で無理なくうまく弾ければそっちの方が効率がいいと思うので、まあ好きな人のフォームを真似するっていうのもありだと思うんですけど、自分が手を痛めないでね弾けるようなフォームが見つかればいいんじゃないかなと思います。まだか、はい、いっくん TV のオープニング曲のタブ譜欲しいです。ああそうか、いや簡単だからタブ譜なしでもいけますよ、今度解説しよう。はい、話し方ゆっくりだから聞きやすくていいと思います。あと聞いてて落ち着きます。ありがとうございます。逆にね急いでる時はちょっとイライラするかと思うんで、スピードコントロールでこう 1.5 倍とかにしていただけるとちょうどいいかもしれません。はい、ギターでベースのようなスラップできますか？あ、難しいですけど、僕はあんまり得意じゃないですけど、セッティング弦高を高めにしてとかそういうんだったらできると思います。そろそろ返せるのが出てきたかな？はい。やっぱ真ん中がいけてるんですね、多分ね。はい、お、あーちょっと行き過ぎたな。そんなことはない。押し込んで押し込んで。あ、やっぱ真ん中強いんですね。はい。やばい。ちょっと一個ね試しに。あ、割と柔らかいです。ちょいちょいでね。はい、ちょっといただきます。はい、うん。油が足んなかったかな。おう。油足りてる、うん、熱々だもん。はい、でもこういうなんかなんていうんですか、家庭的なたこ焼きの味っていうんですかね、久々に味わってますね。はい、お、ここふわふわじゃないか、はい、ギター紹介してほしいです。いっくんのギター、あ、ギター紹介とかね、なんか超広い部屋とかあったらやってみたいですね。はい、ああ、所さんのね、世田谷ベースのこの付録が豪華なこのバンをね組み立てた時なんですけど、いっくんがプラモデル作る生配信とか見てみたいなって。めっちゃくちゃ3、4時間かかりますよ。塗装までしたら2日パターンになっちゃいますよねはい、うん、うん、アップ、あー、ポイズンのね、ギター、僕がギター演奏したら泣き止むんだろうか心の中の赤ん坊が無事に泣き止みました。ありがとうございます心温かいで優しいコメントをいただきました。ありがとうございます、ね、出だしのリフ4回目にはもう泣き止んでました。このリフに眠りの魔力の秘密があるのでは。あ、そうなんだ、僕の演奏でもっていうことを。いや、僕は最初曲が始まる前のなんかシューっていう SE の周波数がポイントかと思ったんですけど、これはちょっと謎ですね。じゃあね、ギターリフ自体にも秘密がありそうですね。はい、すごい、うちの犬まで寝始めました。まさにポイズン眠かったんでしょう、ワンちゃんが。はい、ありがとうございます。あ、このね聞き弦触れただけで弦を当てろっていう無茶な企画でしたけど、さすがですね。たまたまにしても名推理でここまで当てるなんてすごいっす。ほんとたまたまです。全部同じ太さですたまたまです、次はギターの音色音色でメーカー当ててほしい。あー、難しいな。弾きながらとかだったらね、その弦の柔らかさとか結構2、3特徴があるメーカーがあるんで分かるんですけど、最近の弦はどれも製品の精度がいいのでかなり難しいと思いますね。はい、ハードオフさんでね、最安値のギターを探せみたいな。あ、電音パス見て爪が生きてるなが出てくるのは最高です。あ、マニアの方ですね。ありがとうございますね。はい、ミニギターのレビューとかね。はい、ミニギターと激安エフェクターのレビューだけではなくディレイの勉強になりました。あー、ディレイの使い方っていうことか。歪みなど他のエフェクター編も続編として期待しております。点点点。ラックシステムの解説動画とかもいつか見てみたいです。そうですね。やってみたいと思います。九州の久留米の、店長さんでいいのかな。店長さんやってらっしゃる。永田さんっていう面白い方がコラボさせてもらいましたね。 X JAPAN の曲を僕らのチャンネルではやらせてもらったんですけど、難しかったですね。はい、来られたのは永田さんお一人だったんですねまた機会があれば永田さんと永田さんと永田さんともコラボしてください。はい、ぜひともね、永田さんと永田さんと永田さんともコラボしてみたいと思いますああ、とにかく某アマゾンで買えるギターとかやっぱりレビューすることが多かったんですけど、こういうロシア姉妹さんいただきました。ギター開封まじまじ見たことないので知れてよかったです。ギターやりたいなって密かに思ってる、こういうね方に見ていただいて、ほんでなんかちょっと参考になればいいなと思ってます。ありがとうございます。本日の動画も楽しませていただきました。いっくんイコールギターのイメージがあるので最近ギター関連の動画が多くて嬉しく思います。いっくんをはじめエックン TV に携わる全ての方々へ感謝申し上げます。いやー、温かいねコメントいただいてますね。こちらこそありがとうございます。お、これ多分冷めてもいいですね。はい、今日はちょっと焼くのにいっぱいいっぱいであまりたくさんコメントをお返しできなかったんですけれども、今日はたこ焼きをね焼きながらこのちょっとずつコメント返しをしてみました。これからもいろいろな企画に、チャレンジしていきますんで、是非とも皆様のコメント励みになりますんで、コメントをガンガンください。はい、今日はお付き合いありがとうございました。どうですか、美味しい家庭的なたこ焼きの味、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。